アムステルダムにあるチェットベーカーのモニュメントチェットベーカーはジャズミュージシャン。ウエストコーストジャズの代表的トランペット奏者であり、ボーカリストでもある。オクラホマ州イエール生まれ。1946年末、17 1947年初頭にドイツへ出発。不妊地はベルリンであった。夏に AF アースでスタン・ケントンや ディジーガレスピーをはじめとするビバップを聞き、魅了されると同時に動揺する。1948年、急性魔法腸炎で手術を受け初めての軍隊生活を得る。カリフォルニア州ハモサビーチに家を構えていた両親の元へ戻った。レドンドユニオンハイスクールに入学。1948年、エルカミの短期大学に入学。授業料無料の2年生の短大で、学生は、 退役兵士ばかりだった。1949年、マイルス・デイビス、クールの誕生を聞き、デイビスの音楽スタイルに共感を覚えた。同年、両親の支配から逃れたいという思いが強くなっていた。ベーカーは実家を出て、友人のボブ・ホワイト・ロックと共にレドンド・ビーチの豪邸のゲストハウスを借りて住むようになった。ベーカーは麻薬そのものや麻薬をやっている人間に、 強烈な魅力を感じるようになっており、間もなく友人のボブニールと共に自らマリファナを売る、側に回った。1950年末、マリファナの不法所持で逮捕されたベーカーは、判事に軍隊に再入隊するか牢獄に入るかの、どちらかを選択するように迫られ、結局軍隊に舞い戻ることを選んだ。軍隊に戻ったベーカーは、サンフランシスコの基地、プレシディオに配属された。 トランペットの実力はチャーリー・パーカーにも認められ、1952年から1953年にかけて彼のバンドでも活躍した。その時の演奏はザ・バード・ユ・ネバー・ハードで聴くことができる。また、その中性的なボーカルも人気があり、1954年にレコーディングされたチェット・ベーカー・シングスに収録のマイ・ハニー・バレンタインはチェットの代表曲の一つであり、 同学曲の代表的カバーの一つでもある。この、チェットの歌い方に、ジョアン・ジルベルトが影響され、ボサノバ誕生の一員となったと言われている。1950年代半ばにおいては、時代の長寿とも目され、マイルス・デイビスをもしのぐ人気を誇っていたが、1950年代後半から1960年代にかけて、ヘロインに短暦し、ドラッグ絡みのトラブルを頻繁に起こすように、 米国や公演先のイタリアなど複数の国で逮捕され短期間であるが服役もしている。1970年にはドラッグが原因の喧嘩で前歯をおられ演奏活動の休業を余儀なくされた。この間には生活保護を受けガソリンスタンドで働いていたという。1973年にはディジーガレスピーの尽力により復活を果たし、1975年頃より、 活動拠点を主にヨーロッパに移した。1986年3月に初来日、翌1987年にも再来日した。また、1987年から1988年にかけてファッションフォトグラファーのブルース・ウェーバーが、チェットの自伝的ドキュメント映画、レッツゲットロストを撮影していた。1988年5月13日、オランダ。 アムステルダムのホテルの窓から転落し、原因は定かではない。ドキュメンタリー映画、レッツゲットロストは彼の死後間もなく、封切られ、アカデミー賞ドキュメンタリー部門にノミネートされた。ありがとうございます。